東京の築地市場にやってきました。すごいたくさんの人でにぎわっています。実は築地には杉尾の東京店があるんです。皆さん知っていましたか？それがこちら、トトイチです。築地場外市場にあるトトイチは杉尾の直営店。杉尾のカニカマのほか、魚の干物やスズの塩など能登の海産物が買えるんです。東京の知り合いの方にも教えてあげてくださいね。実はこのカニカマを使った海のパンを無料で配る海と日本プロジェクト in 石川のイベントが間もなく銀座で始まります。石川テレビでは今年、杉尾の商品を使ったパンを子どもたちに考えてもらいました。そのパンは海のパンと名付けて8月23日に一斉発売されました。今回はその東京バージョンを1日限定で無料で配ったんです。イベントは歌舞伎座の向かい側、銀座5丁目の南海東京ビル前で開かれました。東京でオーダーメイドのパンを作る職人というベーカリーがカニカマトースト200食を製造してくれました。あ、ちゃんとここに海と日本プロジェクトのシールが貼られていますね。さあ、私も早速食べてみます。いただきます。カニカマとチーズがすごいマッチしていて美味しいです。パンの横に置かれている本は今年発売されたレシピ本、カニカマ100皿。その18番目の料理としてカニカマトーストが掲載されています。この本には手軽で美味しそうな料理が全部で100種類も載っているんです。このレシピを監修したカニカマファンクラブ代表の筒木さんが会場まで来てくれました。すごい、いただきます。盛りだくさんシソが美味しい。なんだろう、カニカマってその温かくしても冷めてても美味しいじゃないですか。なのでなんかお利口ですね。お利口。カニカマ、あの杉尾っていう石川にある会社なんですけど、毎朝食べる。あ、本当ですか？食べてよ。これあげるよ。ありがとう。はい、カニカマさん、あの海と日本プロジェクトについて書いてあるものもあるので、よかったらお家で。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。海につながる海のパン、簡単なので皆さんもぜひチャレンジしてください。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。